There are three active volcanoes in Papua New Guinea. From the north, Mount Ulawun, Mount Wangor, and Mount Garbuna. Let's draw lines from each of the three volcanoes to the Nazca Plateau. These three lines meet on one platform in Nazca. The lines will overlap very accurately, so please check with your own eyes. But that's not enough yet, I know. So have a look at the entrance of that platform. A bird is drawn here. A bird with short wings and a long tail. So where does this bird live? I, Hiroshi Hayashi, have decided that this bird lives in Papua New Guinea. Even in Papua New Guinea, it is a bird that is also the emblem as a symbol of the island. Papua New Guinea には3つの活火山があります。北からウラウン山、ワンゴール山、それにガルブナ山です。その3つの火山からナスカ高原に線を引いてみます。これら3本の線はナスカの一つのプラットフォームに集まります。大変正確に線が重ねりますから、どうか皆さん自身の目で確かめてみてください。が、これだけではまだ十分ではありませんよね。で、そのプラットフォームの入り口のところを見てください。そこには1羽の鳥が描かれています。羽が短く、尾が長い鳥です。では、この鳥はどこに住んでいる鳥なのでしょうか。私、林博士は、この鳥はパプアニューギニアに住む鳥と判断しました。パプアニューギニアでも島のシンボルとしてエンブレムにもなっている鳥です。ヒロシハヤシ、ハママシティ、ジャパン。ではもう一度画面を見ながら最初から説明します。パプアニューギニアです。その島の一つに三つの火山があります。北からウラウン山です。二番目がワンゴール山です。そしてガルブナ山ですね。日本ではボラ山としてよく知られています。で、これら三つの火山の中心点からナスカ高原に向かって線を引いてみます。するとこの3本の線は一つのプラットフォームに集まります。ナスカ高原へ案内します。このプラットフォームに3本の線が集まります。左から引いてきた黄色いラインが、これがウラウン山から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。正確にこのプラットフォームの上の辺と重なります。ウラウン山ラインと私は呼んでいます。そしてこのプラットフォーム左右に小さな黒い点、つまりマウンドがある点に注意してください。今黄色いラインを引いてきましたが、これがワンゴール山から引いてきたラインです。マウンドとマウンドを正確に横切ります。つまりこのプラットフォーム全体はですね、ワンゴール山を示しているということになります。まあ、このようにナスカ理論および林博士のプラットフォーム理論によればですね、関連性のある拠点からのラインは一つのプラットフォームに集まります。上がウラウン山から引いてきたラインです。下がワンゴール山から引いてきたラインです。となるとこのプラットフォームはパプアニューギニアと関係があるのかというと、これだけでは不十分ですよね。別の3カ所の場所を示している可能性もあります。
そこでこの赤い四角で囲った部分を見てください。ここには奇妙な鳥が描かれています。羽が比較的小さく、尾羽がですね、異様に長い鳥です。私林氏はこの鳥はパプアニューギニアに住む鳥と判断しました。パプアニューギニアのエンブレムにもなっている鳥です。大変美しい鳥です。この鳥は羽が短く、尾が異様に長いことで知られています。皆さん自身の目で比較してみてください。つまりナスカ高原のこの3本の線が集まるこのプラットフォームの横に描かれている鳥はパプアニューギニアに住む鳥ということになるのではないでしょうか。似ているとか似ていないとかという問題ではなくて、その特徴を大変正確に右の地上絵は捉えているということになります。羽が比較的小さく、そして尾羽が異様に長い鳥です。皆さん自身の目で比較してくださいと言いながら一本線を忘れていました。もう一本線があります。それがガルブナ山、ボラ山、ボラ山、ボラ山からのラインです。このプラットフォームの下のラインがそのラインです。今黄色いラインでそれを皆さんにご覧いただいています。つまりこのプラットフォームには上からウラブン山、ワンゴール山、そしてガルブナ山からのラインが集まっているということになります。まあ、こうしてまた新しいと言いますか、林浩司のナスカ理論の正しさを証明する新しい事実が出てきました。つまりこの3本の線がですね、林浩司のナスカ理論の正しさを証明するラインということになります。もう一度確認してください。パプアニューギニアのこの島には3つの火山があります。ウラウン山、ワンゴール山、そしてガルブナ山です。この3つの火山からナスカに向かってラインを引いてみます。上からウラウン山、そして黄色いラインがワンゴール山、そしてブルーのラインがガルブナ山からのラインということになります。そしてこの3本のラインはナスカ高原のプラットフォームに正確に重なり合います。つまりナスカ高原のこのプラットフォームはパプアニューギニアの3つの火山の方向を示しているということになります。左上がパプアニューギニアの3つの火山です。右下がナスカ高原のプラットフォームです。このような形で一致し、そして間をつないだのが羽が比較的小さく、そして尾羽が異様に長い鳥ということになります。またそれがナスカ理論の正しさの証拠と証明ということになります。
Nazca geoglyphs are landmarks that show what is in the direction of the line. Here is one example which has been explained as a tree in Nazca. Nazca の地上絵はそのラインが示す方向に何があるか、それを示すランドマークです。その一例を皆さんに紹介します。広林浜松シティ、ジャパン。この木の説明は、メソポタミアの宇宙空港と言われているシッパルから始まります。Zechariah Sitchin writes in his book that as gold production falters, Anu arrives on Earth with Enlilu, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlilu wins command of Earth's mission.And Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu's grandson. Zechariah Sitchin は地球年代記の中で次のように書いています。金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルと共に地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラルの孫によってアヌは攻撃された。広林浜松祭りジャパン。そのゼカリア・シッチンがスペースポート、つまり宇宙空港と位置づけたメソポタミアのシッパルから南アフリカのフェルヌクパーに向けてラインを引いてみます。今赤丸をつけたのがシッパルです。私林博はフェルヌクパーがいわゆるゴールドマイニングの拠点であったと判断しています。その第一の理由がシッパルからフェルヌクパーにラインを引くと、そのラインはフェルヌクパンのグレートトライアングルと正確に重なります。右上がシッパルです。そして左下がフェルヌクパンです。フェルヌクパンの緯度は正確に南緯 30.0000 です。中央上に矢印で示したのがシッパルから引いてきたラインです。そのラインは私がグレートトライアングルと呼んでいるラインの左斜辺と正確に重なります。つまりこのグレートトライアングルの向かって左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しているということになります。今日の動画はここから始まりますが、偶然ではありえないという事実を積み重ねながら、偶然ではないということを証明していくのが林博のライン理論です。ここで一つ外堀を埋めておきます。フェルヌク版のグレートトライアングル、私は読んでいますけれども、その左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。では右側のラインはどこを示しているかということなんですね。でこのラインを北の方に伸ばしてみます。まっすぐ、伸ばしてみるわけですね。そうしますとですね、マリ共和国の私がブロークンアローと呼んでいる奇妙な
山へやってきます。なぜブロークンアローかというとですね、壊れた矢のようであるから私はそのように名付けました。でこれがですね、偶然の産物ではない、いわゆる自然できたものではないということはですね、ナスカのグランドクロスの横軸と、そしてエジプトエトフの神殿ホルス神殿をつなぐと、このやや下を通りますけれども、まあ、平行にこのそのラインがですね、このブロークンアローの下を通るということなんですね。つまり逆に言いますと、このブロークンアローという、まあ、山はですね、正確にナスカのあのグランドクロスの横軸を示しているということになります。縦軸はポプカテルペテル山、ポプカテペテル山ですね。そしてその先で現在の USA のエリア51とつながっています。51というのは火星を意味します。ですからこのナスカ高原の近く、まあ、周辺パラカスではですね、縦長長頭人間すなわち火星人イギギの、まあ、頭蓋骨が300個以上見つかっています。今ナスカ高原のグランドクロスをご覧いただいています。横軸はですね、正確に、まあ、そのブロークンアロー、そしてその先でエジプトのホルス神殿へとつながっています。そして縦軸はメキシコのポポカテペトル山を通ってエリア51を正確に示しています。こういう位置関係にありますが、ここで謎が終わるわけではありません。フェヌクパンからブロークンアローへのラインをさらに延長してみます。フェルヌクパンからブロークンアロー、そして延長するとアフリカのこの山にやってきます。名前が分かりませんのでアンノーンピークとしておきます。で中心からですね、右下に引っ張っている黄色いラインがフェルヌクパンから引いてきたラインです。逆にこの山の頂点からフェルヌクパンのグレートトライアングルに線を引くと、その線はですね、あのグレートトライアングルの右側の斜辺と正確に重なります。まあ、そういう位置関係にあるということですね。南アフリカのフェルヌクパンの中に描かれているグレートトライアングルです。このグレートトライアングルの左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。シッパルというのはゼカリア・シッチンが言うところの宇宙空港です。そして右側の斜辺、今ブルーのラインでそれを示していますけども、そのラインは正確に先ほどのアンノンピークの方向を示しています。緯度経度はここに示しておきます。では皆さんを北アフリカ、正確には北西アフリカのアンノンピークへ案内します。でそのアンノンピークは今中心点にありますが、ここに奇妙な地形をした大地が広がっているのが分かります。この辺りですね。でこの地形に注意してください。でこういう時はですね、その辺りで最も高い山にその点を取るわけですけども、この辺りではそのアンノンピークがその点ということになります。今赤い丸で示してみました。その頂点からですね、ナスカに一本線を引いておきます。この線が後で大変重要な意味を持ちます。そしてフェルンクパンから引いてきたライン、それがですね、中心から右下の方に走っている黄色いラインです。まあこういう位置関係にあるということです。でなぜここの点がですね奇妙かというと、まあ、これがですね自然の造形物というのにはですね少し無理があるのではないかということです。まあ、直線的な山ですね、そして奇妙な大地、そしてその斜面にはですねこのような、まあ、意味不明なですね、まあ、地形が見られるということです。 Google Earth で戻ってみるとですね2010年以前には
まあ、そのこの写真はまだ発表されていませんので、少なくとも2010年にはこのような、まあ、地形があったということになるわけです。そしてこうした、まあ、自然らしからぬ、まあ、自然にできた地形らしからぬ地形がですね、この辺りには散在しているということです。ここがそのつまりはアンノーンピークの周辺ということになります。結論ということになります。アンノーンマウンティンからナスカにラインを引っ張ってみます。滑走路が見つかります。で、この滑走路の場合はですね、入り口のところに小さなマウンドがあります。黒い点がその小さなマウンドということになります。ナスカのプラットフォームには位置方向を正確に示すために、ところどころにこのようなマウンドがあるということにも注意してください。中央下にそのマウンドを示しました。そのマウンドからまっすぐと左の方向にラインを引っ張ってみます。つまりアンノーンマウンティンからのラインはですね、この滑走路と正確に重なるということになります。その滑走路の入り口に注意してください。この滑走路の入り口に注意してください。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、今この黄色いラインが、つまりアンノーンマウンティンから引いてきたラインです。そのラインといいますか、滑走路の入り口のところにこのランドマークがあります。注意深くご覧ください。このランドマークです。一般にはナスカでは木、トゥリーと説明されていますが、これはトゥリー、木ではありません。よく見てください。一見すると木に見えるところから木ということになっていますが、90度左に回転するとそれはそのままアンノーンマウンテン周辺の地形と一致します。左がナスカの地上絵です。右が、まあ、北アフリカのアンノーンマウンテン周辺の地形ということになります。左右を見比べてみてください。つまりこのような形でアンノーンマウンテンのラインがですね、ナスカにあり、ナスカの滑走路はアンノーンマウンテンの方向を正確に示しているということになります。つまりナスカのこの地上絵は木、トゥリーではなくて、北アフリカにある地形そのものの方向を示すランドマークということになります。つまり冒頭で言いました、左のこのランドマークは何か、つまりは北アフリカの地形を示すランドマークということになります。